Hi, my name is Tetsuya Mizuguchi. I'm the creative director of Shino Studio Suits and Resident Infinite, that is showcased at the Sundance Film Festival 2017. レズインフィニットを、皆さんの前でこう披露するにあたって、その振動っていうものをですね、手だけではなくて全身に拡張したかったんですね。そういう、こうバイブレーションスーツをですね、の構想が、ずっと頭の中にありまして、いつかその VR 化できるようになったら、それを実現したいと。でこの振動素子はですね、さまざまな触覚を再現できます。例えばその表面をですね、優しく触られているような触覚から、例えばその音楽でいうとパーカッションでこう叩かれているような、そういう硬い音の表現とかですね、あと例えばそのベースでこうボイーンとかドイーンって弾かれているような、そういう触覚とか、ギターでジャーンって弾かれているような触覚とか、太鼓でドン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 って叩かれているような触覚とかですね、いろんなそういう触覚をこれで再現できます。今度その振動を周りから見てる人が分かるように視覚化してみよう。全身にですね、そのバイブレーションに呼応して、LED を配置して、音楽と振動と、色と光がこう全部つながっていくっていう、そういう表現とか体験ができるので、非常にこう共感覚的で言葉にできない、アプローチだったと思います。